弘法説の永田です。くさびと書いて、説と呼びます。えっ、ー、と、10日ぐらい前かなうん。に、えっ、ー、と、かりの小文目のバーカでかいやつを動画で、はい、YouTube の方でね、流させていただいて、まあ、これを5等分して、また聞いていきますよということをお話ししたんですが、まあ、それを弘法の方に持って帰ってきました。そして、そのうちね、一つ、大きい、 ブロックをですねはいえっ、ー、と短冊状にして今ペンブランクまでしてるわけですねはいまあペンブランク1、まあ、つの大きい塊一番仮に紅白がたくさんできる場所のやつを潰しましたなのでまあすでにペンブランクで100本近くはいありますでこれがまだペンブランクになってない状態のやつが まこんな感じでこういう短冊にしていくわけですねはいまあこんな感じでやってはいるんですがそうですねうんトリコロールそう3色赤青白って結構できるかなと期待したんですが思ったよりもね青の場所はね広いんですよ なのでね3色になるところがちょっと少なかったうんなのでまあこんな感じとなりますはいまあしゃあないですねうんまあでもね今回ね白が幅が広いんですよ、うん、もうちょっと狭くてもよかったなとそうする赤がねもうちょっとこっちまで寄ってってくれたらねもうちょっと数取れるなと思いながら、うん、まあそんな贅沢は言ってられないということですね まあちょっと青が入ってでもね、あの全然使えるような状態の硬さでしたので、良かったなという感じでございます。はい。で、どうでしょう。うーんーと、小分目、小分目、これが一番見やすいかな。うん。小分目って、こういう風で、横の感じがね、こういう感じ。それが今、こういう風ですね。はい。で、周りが、川肌がこういう風になる これをこうやってチョキチョキとこうやって切るとこういう木が出てくるわけですね。はい。で、まあ、バーザイとね、よく間違えるのはもうここの方、こういう感じを見てバーザイと間違えるんじゃないのかなと思うんですけども、コブ木とバーザイではもう根本的に違います。はい。バーザイはね、木の芯、もう本当に剪定性だと思うんですよね。うん。 でもう木の芯からその放射組織上にこうやって木がビューって伸びてて外まで来ます。で、コブ木の場合はそのコブができる要因が後からできるわけですよ。で、そっからじゃないとそのコブ木でこういうふうに木が出てこないということですね。うん。そしてもう一つはね、特徴はコブ木って分かりますかね外にこうやって山にボコ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 してるんですけど、バーァイは逆なんです。中 中に掘れてる感じ、うん、クレーターみたいな感じでね、ちっちゃい穴が、ね、掘れてる感じが川肌に出るんですよね。またそれちょっと今ここにはないので、また今度そういうのを見つけたら、ちょっと小文句とどう違うのかっていうのをね、動画で撮っていこうかなと思っております。はい、なので、うん。 まあ、古文句とバーザイは違うものですよということを知っていただければなと思います。まあ、パッと見てね、わかるかわからないか。うん。さすがに、公母説、私はまあ、もう、かれこれ、木に携わってどれぐらい経つんだろうね。うん、25年以上、うん、経ちますので、さすがにこういう世界にずっといるので、古文句、バーザイとかね、そういうものは見ればわかるんですが、まあ、今、木軸ブームとなって、 まあ、木を木というものを知った方に、まあ、その違いがすぐ分かるかといったらなかなか分からないと思いますのでまあバーザイっていうものとコウモクっていうものは違うものですよっていうことをちょっと知っていただければなと思っておりますはいそしてえー、っともう一個ねこの奥この辺そうこれはその コブ目の,その線じゃなくって、実はコブの重たさがかかっててこういうふうにシュワクシャみたいな感じの木になってるんですね。これがいわゆるストレスカーリーってやつですね。はい。で、工房説ではこれを勝手に波木って呼んでおります。で、ストレスカーリーっていう言葉をね、僕知ったのがね、わりかし最近6年とか7年ぐらい前。 で実際この波目って付けたのはもっと10年以上前なんですよね。えっとまあこういう重さとかでなってる部分まあ特にコブの周りにいるこういう縮み木はまあ縮みその木の本体の縮みとはまたちょっと違うなと思ってたのでうんなんか縮みっていうのが嫌だったんですよね僕の中で。なのでねまあ そういうい重さがかかってシワのように見えるということから最初シワ目ってつけたんですよそしたらね当時取扱店舗さんからですね響きが悪いっていうふうに言われてしまいましてはいシワ目っていうのはさすがになんか,なんかうんあかんやろっていうことでじゃあ名前つけよっかっていう感じで波目そう波のようにねこう,こういう ウェーブ、うん、そういう感じのイメージだったので、はい。波木と勝手につけております。だから、えっ、ー、と、波木ってね、えっ、ー、と、財務屋さんにいて、波木くださいって言ってもね、絶対に通じません。はい。そういうもんです。候補ですから、勝手に言ってる。えっ、ー、と、ストレスカーリーって言ったら通じるかなと思います。はい。そう。まあ、その、縮み木ができるっていう要因はいろんな、 こ,とがありますこうやってコブ木の重さでできているっていうのもありますしその山の斜面に立っているとか風が吹いているとかさまざ、あ、まあとは剪定性ですねはいそういうのも含めていろんな要因でなりますのでまあコブのねこの周りにいるのは確実にその重さによって支えるためにこういうふうになっているというところですね、はい、えー、っと今回切ってるやつには 波多くありません次はこの子はいこの子使いたいなと思っております来春ぐらいにはうんこの子はなくなったら次この子やりますので、はい、来春ぐらいにはとは思っております頑張ります蚊が多いなうんはいというわけでこんな感じで今気取りをしながらはい朝木さんとこ間に合うかな間に合わないか,いかな微妙だな っていうとこですはーいえっ、ー、と高松そして東京ペンショーまあそのあと秋のイベント冬のイベントと持っていきますのでまたよろしくお願いいたします。